今日はですね、シャトル投げのラケットを使ったシャトル投げ、でですね、これをやります。これ何が目的かというと、まず面の問題。面をしっかりしないとまっすぐ飛ばないというのが一つ。それから、力を、素振りで音がどこで鳴るかっていうので前で鳴らないとダメですよっていう動画があると思うんですが、これをですね、マスターするためにもこれが有効なんですね。ラケットでシャトル投げをする、これやってみたいと思います。まず、形ですね。シャトルを乗せます。当然ちょっとくの字にしますね。気をつけの位置です。気をつけの位置。そしてこれが前向いてますね。こっちに投げる方向だとします。前に上げた状態でそのまま回すっていうふうに私のドリルではなってるんですね。なので同じです。こっち行ったりとかこっち行ったりとかすると思うんですね。この振るところ大事だから、これをね、ぜひねやってください。そうすると素振りのどこで音が鳴るかっていうのの形になれると思うんですね。今度横から行ってみましょうね。前向いて、今度こっちから行きますね。こっち向いて投げる。前向いて、このぜひ、ラケットを使ったシャトル投げ、面の向きによって飛ぶ方向が変わるだろうし、どこで力を入れるかで多分上に行ったり下に行ったりまっすぐ飛ばすという。こうまっすぐ飛ばすというところに、力の入れ方が、マスターできると思うんですね。ぜひこれ、やってみてください。